の新しい女川駅から海へ向かってまっすぐな一本の道をこのように作ったんですが、元旦1月1日はこの真ん中から初日の出が上がるように、設計をしました。まあ、面白いショップもいっぱい入ってもらってるし、美味しいお店もいっぱいあります。ここに集った方が自由に自分自身で楽しみ、ファンを生み出せる空間場にしていきたい、こうやった方がいいんじゃないか、ああやった方がいいんじゃないかってみんなで作り上げてきた場所です。そこに多くの方々がですね、今集っていただいている、こんなに嬉しいことはないですね。はい、いろんな方がやっぱ集っていただいて、やっぱつながっていくことってすごくという大切だし楽しいじゃないですか。ですから、まあそこはちょちょとかどうこうっていうのはちょっと別にして、それは多くの皆さんとやっぱり触れ合いたいですからね。はい、まあ、この市場につきましては震災から丸6年を過ぎました。この5月に全面供用が開始されたところです。水揚げをする港側とそれを扱う市場の中の仕事両方見える形で、女川にこう足を運んでいただいてですね、水揚げ風景が見たいだとか、その港町の活気をですね、味わいたいという皆さんにとっては非常にいい観光コースにもなるのかなというふうに思っています。やはり切っても切り離せないわけですよね。でその海 のですね、恵みとともにそれで発展してきた町でもあります。でこれからまた新しくこの町で地域で命が生まれて、またここで育っていくわけです。これからもやはりこの海とともに生きていくということには変わりはありません。その海あるいは海辺と我々の距離がもっと縮まるような、そういうふうな町づくりをしていきたいと、そして豊かな場、豊かな町になるようにですね、これからも皆さんと一緒になってそこは作っていきたいというふうに考えています。海と日本。